皆さんこんにちは、プアチャンネルのプアちゃんです。とうとうね、メイドインジャパンが本気出してきた。どういうことかといえば、ちょっとね、これ見てください。これね、これ何かって言えば、ほら見てください。これ八面体のジョイント型ワームで、これね、セリアの釣り道具なんですけど、まあ、セリアのワームね。これさ、アジング、メバリングワームでとうとうね、本気出してきた。なんか、前はさ、こうね、まあ、ね、某会社に似せたやつ出してきたんだけど、今回ちょっとね、ほら、力入れてる。ね、リアルな動きと波動がアジ、メバルにおすすめ。を見ていくと、まあ、八面体のボディになってると。ってことは、水上がいいってことだね。まあ、そういうことを書いているんだよね。で、まあ、ジョイント。構造によるしなやかなアクションね。ほう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 、本当かな、どうなんだろう。で、ここ見て、ほら、日本製のこだわり、ここですよ。ここワームタイプ別に、ちっちゃいな、これなんて書いてある。素材配合を変え、商品独自の柔らかさを追求。ほうほうほう、ってことはワームタイプ別にってことは他にもあるのかな。何なんだろう、ちょっと分かんない。出てくるのかな、どうなんだろう。なんか出てきそうだね。で、これ超過テストによるオリジナルの設計構造ときましたよ。後ろがね、これね、これね、やっぱね、ちょっとね、釣りに詳しい人がやってるのかな、入ったのかな、どうなのかわかんないんだけど、ここがね、ちょっとね、基礎的なことがすごくできてて、おおと思いました。これね、まずワーム本体上にジグヘッドを合わせて、こうね、針の出るところを確認しますと。で、こういう基礎知識までちゃんと載せてきてる。で、中央から針をまっすぐ刺して、針先をワームの中心を通しながら、1で確認した位置まで差し込みますと。で、針先を本体がまっすぐになる位置で出し、セット完了ですと。初心者さんにめちゃめちゃ優しい。まあ、八面体ボディ、さっき言った時だね。まあ、よれとかね。そう。水をね、こう、水上を良くして、波動とかね、あとは、動きですね。とか、あとは、引き抵抗も出てくると思います、これは。はい。魚の捕食モードにスイッチオンと。で、ジョイント構造。八面体のジョイント構造によるしなやかで、リアルな動きで魚にアピールすると。これね、カラーが、チャートグロー。いいカラー出したね。あと、ケイムラクリア。それと、あとが、これ、オキアミピンクの3種類ありました。で、サイズなんですけど、これがね、2.5 インチと、あとね、この、1.8 インチ。2種類あるのかな、サイズが。です。じゃあ早速見ていきましょう。せっかくなんで見やすいチャートの方がいいかな。あ、袋は開けやすく、こうね、なってる。八面体ときたか。おー、やっぱ進化するね。なんかあの、ウミケムシみたいな感じなのか、違うのかな、どうなの。まず匂い。うん、鼻が詰まってるんで、僕がそもそもがあんまわかんないんだけど、まあなんかするようなしないような。うん、うん、うん。あ、なるほどね。はい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 。ちょっとやっぱオイルはついてるね。で、うんうん。なんかするのかしないのかちょっとよくわかんないけど、これ面白いね、ワーム。すごいソロバンみたいになってる、ほら。すごいすごい。いや、これすごいわ、マジで。これね、これアジ釣れると思います、普通に。もう触ってみてわかる。釣れると思います、これ。おー、いいね、いいね。これはちょっといいんじゃない？ワーム素材もね、やっぱ柔らかい。こう書いてあったよね、なんか。ほら、素材配合界、商品独自の柔らかさを追求。これ、あれだね。すごいね。これ、セリアの釣り具もここまで進化してきたの。すごいね。よいしょ。よいしょ。ちょっとこれね、あの、コアジングなんかにはめちゃめちゃいいと思うんですよ。あ、これもう絶対釣れるじゃないですか、これなの。もうね、わかる。触って。この 1.8 インチは、もう確実に釣れると思います。グロータイプなんで、チャートの方は、光ると思うんですが、ピンクの方は、こうグローじゃないんだね。オキアミピンクっていう名前なんで、
オキアミグローとかそういうのじゃなくてね、グローは入ってないんだけど、だから、ジョーヤ島とかそういうところでは効きそうな感じですね、これ。よ、こんな感じです。あ、これなんか触り心地が面白い。なんか斬新。すごいわ、これ。こんな感じ。あ、これでもいいね。絶対釣れる。絶対釣れる。吸い込みは、うん、いい、いい。絶対いい、これは。間違いない。これはちょっとね、今の時期にイワーム来たね。安くて。ちょっと遊ぶのにはめちゃめちゃこれ面白いんじゃないかな。で、多分ね、フグとかそういうのには、でもどうだろうな、うん、ちぎれやすいかな、どうだ。ちょっと、まあ、奴らはね、何でもかじるんで、ちぎれると思うんですけど、これ、ほら、ボディがこうね、ジョイントでずっと繋がっているから、ちょっとサイズがでかいなと思ったら切ってやったらいいし、切ってやったらね、ほら、大きさ自由に変えれて、この感じで。ね。こういう風に。ほー、これは素晴らしいね。なんかね、柔らかい、ほんと柔らかい。うん。なんかダイソーとかでさ、売られてたインテールよりも、ちょっとね、これはアジバクりそうな気がする。まあ、あれもあれで釣れたんですけど、で、前は、そのなんだっけ、ほら。ピンテールワーム。セリアからも出てたじゃないですか。黄色色だっけ。うん。あれは、あれで、アジ釣れたんですけど、ちょっとね、アジでかいんですよ、あれ。小アジ釣るには。ワームがね。なので、ちょっとね、うーんってなったことはあったんで、今回のこのこれは、もうドンピシャですよ、ドンピシャ。絶対に釣れると思います。ってことで今回はちょっとね、セリアからこんなワームが出たよという、はい、動画でした。よければ皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。ね、面白い。面白い。これは面白い。本当に。何がええかって本当に面白い。まずね、多分立って、多分ね、こっちはちょっとね、硬いのかな？どうなんだろうね。この柔らかさ握った時のあれが、うん。こう持ってみると、うーんだけど、こっちは、でかい方ね、2.5 インチの方は、結構柔らかさ感じられると思います。これいいね。これでも普通にいいな。いやー、メイドインジャパン、いいの出してくれたね。でね、また今後はこれでね、アジングやっていきたいなと思います。うん。ケイムラクリア。クリアじゃないの？これ、ケイムラクリアなの？ただ、ケイムラってついてるだけなのかな？ね、素材がケイムラみたいな感じではないんで、ただのクリアっぽいんですけど、ケイムラってついてるような感じですけどね、これは。オキアミピンク。オレンジじゃなくて、ピンクできましたか。チャートグローね。はい。ってことで、今回は、八面体のね、ジョイント型は、まだね、出たばかりなので、お店にあるところないところあるかもしれませんが、はい。良ければ皆さんも買ってみるといいと思います。これね、安い割に、絶対いいですよ、これ。